とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、いつの間にか入手してたこの装備使っていきましょう。フロストバイトだね。黄金スキルはないんだけども、エンチャントが素晴らしい。雷フォーカス、クールダウン、ポーションバリア。素晴らしいね。ただ、普通の装備なんで、ダメージ 35% カット、あれがついてて欲しかったな。多分ついてないとね、全然耐えれそうにないんだ。まあ一応ポーションバリアはついてんだけどね。まあまあどんな感じなのか、試しに使ってみます。ここに行こうかな。あ、なんか今日からさ、このデイリーミッションがやたらいっぱい出るようになったよね。これはね、嬉しい変更点だね。ここは2つしかなかったんだけども、5、6個、デイリーミッションが出るようになってるんで、これは嬉しい。まあ、とにかく行きますね。では、行きましょう。HP が 30% 減少。辛いね。せめて、255ぐらいの防具だったら、まだマシだったろうけど、これじゃあ多分、ワンパンされる、じゃない?おそらくさ。なんかそんな気はする。まあまあ、とりあえず、矢を増殖していきます。しゃあ、行くぞー。レッドストーンキューブは、どうなんだろう。あ、若干動きが早いっていう敵だよね。別に、他は、攻撃力が高いとか、そういうのはないよね。あ、いや、攻撃速度もそこそこ速いのか。だね。でもまあ、なんとかいけるんじゃない？たかが、このね、サイコロみたいなやつが増えたところで、ちょっときつい。あ、でも、こういう時にこそ輝く、スキルだね、これは。素晴らしい。そういう時に、しっかりとね、使っていければ。おお、おお、なんか止まったな。びっくりした。だいぶ生存率も上がるんじゃないですか。うわ、もう最悪だわ。モブのダメージが 140% になった。もう確実にワンパン。え、ちょっと待って、これ、ポーションバリアですら、無理じゃない?おそらくさ。ポーションバリアでもワンパンで死んじゃうんじゃないの？そんな上がっちゃうとさ、なんかそんな気するんだけど。これはちょっと待って、どういくか。ま、敵のね、 HP が増えたわけじゃないんで倒しにくくはないんだけどね。どうなんだこれ。でも近寄りにくいな。ポーションバリア使ってさ、もう突っ込むか。突っ込め。よし。あ、大丈夫。おお、でもほら、むちゃくちゃ食らう。あ、でも今のはあれか、トロッコに引かれたダメージか。あ、だよね。ならなんとかいけるわ。うん、ポーションバリアないともうこのダメージはもう受けきれない。いけるかなこれ。え、なんかついた。あ、今回のは、モブの HP が 20% 増加。だね。いや、うわ、もう最悪だわ。油断してたらもう、ほんともう、やだな。おっと、やだな。あ、ちょっと待って。ポーションバリア使ってるって。使ってそのダメージかよ。えぐいな。え、で、ナイトモード。最悪だわ。トロッコに引かれた。無事、来れましたね、ボスまで。今回の変更点は、まあ、なかなか良かったんだよな。うん、速度アップと、略奪者に変わるってやつ。で、脅威が増加してる。うん。まあ、全然大丈夫なやつ。さっきのが厳しかったな。いけるときはね、やっぱいけるのよ。
全然。でこのボスはもう密着してれば何もしてこないし承諾症だもんね。よし、ではあとはクリアするだけか。いくぞ。もうあれか、ポーションバリアで突っ込んでも、ああ良さそうだけど、全然そんなこともなかった。危ない、死ぬ死ぬ死ぬ。食料貯蔵で食べ物がいっぱい出てくるね。はい、では幸運を装備してクリアです。じゃあ噂は真実。ではクリア報酬がダガーしょぼ。はい、次だよ次。何が来る？オートクロスボウ。またなんか懐かしいやつが出てきたね。強いのかいこれ絶対弱いでしょう。はい、まあ、とりあえずね、今日使った装備フロストバイト、微妙です。うん、微妙すぎる。まあ弱いって言った方がいいかな。確かにね、雪玉は出るんだけども、出る間隔がね確か6秒とかに1回でしょ。それじゃあちょっと使っていけないし、ダメージ減少がついてないので、もろにダメージ食らうので全然良くない。ポーションバリアがついてても全然良くなかった。はい、ということでこれはもういりません。古代狩りのお供え物にでもしようかな。やっぱり俺の装備で一番ねいいっていうのはやっぱりヤギの装備、これか、これだね、生きたツタのアーマー。これがやっぱり一番良さそうかな。はい、まあフロストバイトはちょっと残念でした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。